ベリー・マーシュは、イギリスのプロボクサー。タワーハムレッツクステップ2出身。第4代 IBF 世界スーパーライト級王者。転換の発作に悩まされ29歳で、世界王座座位のまま引退した。引退後は、フランク・ウォーレンの銃撃事件で、容疑者として、逮捕、拘留されたことがある。2010年3月にノン・オブザーバー・ブ X ックスという名前に改名し、 イギリス総選挙に無所属候補として出馬した。1981年10月12日、プロデビューを果たし6回60から57の判定勝ちで白星でデビューを飾った。1982年4月5日、ロイド・クリスティと対戦し8回78から78の引き分け。1983年4月26日、ブバーバック・サウザンエリア・スーパーライト級王座。 決定戦をバーロン・バンリエルと対戦し10回100から97の判定負けで王座獲得に成功した。1984年9月19日、ブバーバック、英国スーパーライト級王者クリントン・マッケンジーと対戦し12回判定勝ちで王座獲得に成功した。1985年10月24日、エブヨーロッパスーパーライト級王座決定戦を アレッサンドリオスカペッチと対戦し6回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。1986年1月22日、ツシコレ・タンカランケレと対戦し12回3カラレーの判定勝ちで初防衛に成功した。1986年4月12日、フランセスコ・プレジオソと対戦し12回判定勝ちで2度目の防衛に成功した。 1987年3月4日、IBF 世界スーパーライト級王者ジョー・マンリーと対戦し10回20秒 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。1987年7月1日、元日本スーパーライト級王者、カメガ・アキオと対戦し7回 TKO 勝ちで初防衛に成功した。しかし、持病だった転換の欲しさがひどくなったため、 IBF 世界スーパーライト級王座を返上し、無敗レコードのまま12月に現役を引退した。引退後は、株の中売り人になり、56歳の時には、チェスボクシングで、世界ウェルター級王座を獲得した。1989年11月30日に、発生した、マーシュのもと、プロモーターフランク・ウォーレンが、ルガー P08 で銃撃された事件の容疑者として、 逮捕され10ヶ月間拘留されるが、証拠不十分で釈放された。ありがとうございます。